窓から遠くの星ばかり眺めていた。夜空の星には決して触ることができないと思っていた。でも私は今、植物や土や風や水、その中で本当に触れ合う喜びを感じてる。部屋で飼われていた青い鳥は部屋中を飛んでは体を壁にぶつけ傷つけていた。彼は私を外の世界に導いてくれる鳥だった。あなたと一緒だったらどこだって行ける。あなたと一緒なら何も怖くない。今日一日あなたと生きてられる。それだけで嬉しい。世界は残酷だけど、こんなにも綺麗だから。